今日感染が発表されたのは小学生から80代までの男女17人で全員が無症状か軽症です。このうち高知市在住は12人です。感染経路は3人が不明で6人が家庭内で感染しています。 感染者の中には細木病院の患者が新たに4人確認されましたいずれも一昨日から昨日にかけ発症していますこれで細木病院関係は患者・職員など合わせて28人のクラスターとなりました南国中央病院関係でも新たに1人先日感染が確認された患者と 同じ病室に入院していた80代女性の感染が確認されましたこの病院では合わせて9人が感染しています県内で1日あたりの新規感染者が2桁となるのは19日連続です入院治療などが必要な人は177人です県が定める非常事態の基準 175人を初めて超えました医療機関には105人が入院中で中等症が9人、重症者は2人増え3人です重症者が増えていることについて県は感染者における高齢者の割合が増えているためではないかとしています宿泊療養施設には22人が滞在していて調整中の人が50人います きょうは13人が退院しました。